茨城県道30号水戸岩間線は、茨城県水戸市から笠間市までを結ぶ県道である。通称岩間街道。水戸市大区町の国道50号県道から分岐し、南西方向へ向かい、笠間市長瀬十字路を経由して、岩間駅前を通過して、国道355号県道に接続する主要地方道である。かつて、江戸時代に作られた水戸から岩間、筑波山を越え、 下妻市を経て、群馬県に至る瀬戸井街道と呼ばれた街道の一部であった。1959年10月14日、新たな県道として、三戸市を起点とし、西茨城郡岩間町を終点とする区間を本路線として、茨城県が県道路線認定した。三戸市三川町の桜山橋付近の道路は、 水戸市街地に向かう自動車や歩行者、自転車の通行が多いにもかかわらず歩道がなく、危険度が高い状況であったことから、2014年11月に歩道が整備された。農村部を通る笠間市内は、主要地方道本来の姿である、地域間を結ぶ郊外型道路、一方市街地を通る水戸市内は、市内中心部と、近郊住宅地域を結ぶ都市型道路という二つの、顔を持つ。 水戸市内は古くから沿道の宅地化が進んだため朝夕は渋滞が慢性化している。道路法の規定に基づき、水戸市大区町二丁目同士三川間及び水戸市小井淵町道馬は緊急輸送道路として機能を維持するため災害発生時の被害拡大防止を目的に道路用地内に連中を建てることが制限されている。 茨城県道30号水戸岩間線笠間市、長谷福院、曲線半径、郊外その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。AB 道路の区域決定茨城県法、郊外10月14日よりハット ABCDE、茨城県道路現況調書平成26年4月1日、現在土木部水戸土木事務所道路整備第1課。水戸岩間線。 歩道を設置。茨城県。2021年1月3日閲覧。県道路線認定茨城県法。号外10月14日よりハットエース。道路法第56条の規定に基づく主要な。都道府県道及び市道平成5年5月11日建設省。国時代1275。建設省。県道の路線名及び。 整理番号の変更。茨城県法第637号。ピアニッシモ。82。道路の共用の開始、茨城県法第859号。P8。県道の管理に関する協議に対する同意。茨城県法第2669号。P13。道路の専用を制限する区域の指定。茨城県法第2980号。ピアニッシモ。 1828ありがとうございます。